Ohayo. あんた、俊子。五条悟、呪術高専で1年を担当してる。呪術、伏黒、先輩。あ、なんだよこれ。人の心配してる場合じゃないよ、虎杖裕二。 あ、イタドリです。さっき電話した。ええ、はい。全然折り返しないんすけど、じいちゃんどうしてます？あれ、ちゃんと伝えたんだけどな。あ、そのまま待ってて、もう私が聞いてきちゃうから。イタドリさんってナースコール全然しないよね。逆に怖いっていう。イタドリさん、お電話ですよ。 こんなところに特級呪物保管するとか、バカすぎるでしょ。ないですよ。え？百葉箱空っぽです。マジで？ウケるね。夜のお散歩かな。ぶん殴りますよ。それ、取り戻すまで帰ってきちゃダメだから。 今度マジで殴ろう。始めますよ。本当にいいんすね、佐々木先輩、井口先輩。しゃ、行くぞ。コックリさん、コックリさん、生徒会長がギリバギリ生き物を教えてください。お、くん、り、お、ね。 おかけん。あ、プランクトン会長取ったな。<笑>活動実態のない研究会には事前通告の通り部室を明け渡してもらう。さっさと退去しろ。うちの先輩方を舐めてもらっちゃ困るな会長。<笑>なんだそれは。<笑>ラグビー場が閉鎖されているのはご存知ですね。ああ、体調不良で入院した部員まで出たからな。
おかしいと思いませんか？あの屈強なラガーマンがですよ。実は彼らが体調を崩す直前、奇妙な物音や声を聞いたそうです。そこでこの30年前の新聞記事です。建設会社の吉田さんが行方不明になったという事件、最後の目撃情報はここ建設途中の杉沢第三高校。資金繰りに行き詰まった吉田さんは闇金に手を出し、その筋の組織にも狙われていた。つまり一連の騒ぎの原因はラグビー場に埋められた吉田さんの怨霊の仕業だったのです。いや、マダニが原因だそうだ。マダニ、大型の吸血虫。噛まれることによって感染する重症熱性血小板減少症候群は死に至ることもあるので注意。だからなんだよ、オカケンがオカルト解き明かそうとしてんだから立派な活動報告だろうが。ガキの遊びじゃないんだよ。そもそも一番の問題は虎杖雄二、お前の席がオカケンではなく陸上部にあり、同好会規定に定める最低人員3名に達していないということだ。え、虎杖よ、ちゃんとオカケンって書いたけど俺が書き換えた。陸上部顧問高木、虎杖、全国制覇にはお前が必要だ。生徒より問題のある教師が来てしまった。しつけえな、何遍も断るって言ってんだろ。ダメだ。ダメなの？だが俺も鬼ではない。俺が負けたらお前のことは諦めよう。正々堂々陸上競技で勝負だ。面白え、やってんや。入部届を書き換えるのは正々堂々なのだろうか。なんだこのラグビー場は。死体でも埋まってんのか。だとしてもこのレベルがうろつくとは。おそらく2級の呪い、例の呪物の影響か。くそ、気配が強すぎて絞れねえ。すぐ隣にあるようで遥か遠くでもおかしくない。特級呪物、厄介すぎだ。誰が持ち出した？今どこにある？こっちこっち、陸部の高木と日中の虎杖が勝負するんだよ。へえ、何勝負？シュー14メートル。すげえ高木、完全に現役じゃねえか。どうする虎杖？虎杖って有名なの？眉唾だけど、サスケ全クリしたとか、ミルコクロコップの生まれ変わりだとか。死んでねえだろ、ミルコ。ついたあだ名が西中の虎。ダサー。ねえ、投げ方は適当でいい？うん、ファールは取らんから好きに投げていいぞ。すまんな、お前の専門外をあえて選んだのは俺の本気を伝え。だいたい30メートル。うわっし、俺の勝ち。トラってよりゴリラじゃない？ピッチャー投げだったな。虎杖、あんた運動部のが向いてるよ。無理しておかけん残らなくていいんじゃない？え？いや、先輩ら怖いの好きなくせに、俺がいないと心霊スポット行けないじゃん。好きだから怖いのよ。それにうち前世と入部生じゃん。こういうの無理だし。何もしなくていいの、幽霊でいいのよ、おかけんだけに。って言ったわね。いろいろあって5時までに帰りたいからさ。先輩がいいならいさせてよ。結構気に入ってんだ、おかけんの空気。そういうことなら私らは別に。だすごいなあいつ、呪力なし、素の力で。あれか、全員先輩と同じタイプかな。あ、もう半過ぎてんじゃん。じゃあ先生、俺用事あるんで。呪物の気配。おいお前、速すぎんだろ。あいつ50メートル3秒で走るらしいぜ。車かよ。つったのは、いちいち穴なんか買ってくるんじゃねえ。いつも通りじゃん。っていうか、じいちゃんにじゃねえし、看護師さんにだよ。なおさらだ、バカ。つうか、部活はどうしたよ。
活しろ部活。うるせえな。5時前には終わんの。俺だって暇じゃなきゃ見舞いなんて来ねえよ。よし、じゃあ暇な俺の話を聞け。興味ねえし。いいかよく聞け。最後に言っておきたいことがある。お前の両親のことだな。だから興味ねえって。じいちゃんさ、死ぬ前にカッコつけるのやめてくんない？男はな、カッコつけて死にてんだ。空気読め、クソマコが。いちいち切れんなよ。いつも通りでいいって。くっ、ゆとりがよ。ユージ。ん？お前は強いから人を助けろ。手の届く範囲でいい。救えるやつは救っとけ。迷ってもいい。感謝されなくても気にするな。とにかく一人でも多く助けてやれ。お前は大勢に囲まれて死ね。俺みたいになるなよ。じいちゃん。はい、どうされました？もしもし、イタドリさん？もしもし。じいちゃん、死にました。必要な書類はこれで全部ね。うす、お世話になりました。本当に大丈夫？そうっすね、こういうの初めてなんでまだ実感湧かないかな。でもいつまでもメソメソしてっとじいちゃんにキレられるし、あとは笑ってこんがり焼きます。言い方。イタドリユージだな。呪術高専の伏黒だ。少し話がしたい。今。夢中なんすけど。悪いが時間がない。お前が持っている呪物はとても危険なものだ。今すぐ俺に渡せ。呪物？これだ。ああ、はいはい。拾ったわ。俺は別にいいけどさ、先輩らが気に入ってんだよね。危険ってどういうことよ？日本国内の不可解な死者、行方不明者は年平均1万人を超える。そのほとんどの原因は呪いだ。呪い？お前が信じるかどうかはどうでもいい。それが事実だ。続けるぞ。特に学校や病院には膨大な怨念がたまりやすい。鎮惨、後悔、恥辱、人間の負の感情が呪いの源になる。だから多くの学校などに魔除けとしての呪物を密かに置いていた。お前が持っているのもそれだ。魔除けならむしろありがたいんじゃないの？最後まで聞け。より邪悪な呪物を置くことで他の呪いを寄せ付けない激毒。魔除けとは名ばかりの悪臭だ。年月とともに封印が緩み、今や呪いを招き超えさせる餌に転じた。お前が持っているのは特級に分類される危険なものだ。人死にが出ないうちに渡せ。いや、だから俺はいいんだって。先輩に言えよ。こら、俺が追ってきたのは箱にこびりついた残影か。中身は？だから先輩が持ってるって。なんだ？そういや、今夜学校であれのお札剥がすって言ってた。え？もしかしてヤバい？ヤバいなんてもんじゃない。そいつ、死ぬぞ。取れないわね。わざわざ忍び込んでやることか。電気つけようぜ。ダメ、雰囲気重視よ。スリルを楽しむのがおかけん魂じゃん。どうせ何も起こりゃしないんだから。お、取れた。
人間の指？本物？これ…何なの？お札ってそんな簡単に取れんの？いや、呪力のない人間にはまず無理だ。普通はな。右、近道だ。今回のは中のものが強すぎる。封印も年代もの、紙切れ同然だ。つってもな、呪いなんていまいちピンとこねえや。そいつらどこだ？4階。なんだこのプレッシャーは。お前はここにいろ。俺も行く。やばいんだろ。二月かそこらの付き合いだけど、友達なんだ、ほっとけねえよ。ここにいろ。何？あの化け物。さっき。樋口、よかった。どこに？出す。呪いが放たれた。相変わらず気配がめちゃくちゃだ。邪魔だ。玉剣。食っていいぞ。あいつに言われた通り待つだけなのか。俺は何にビビってる。そいつ死ぬぞ。そうだな、死の気配がここまで来る。死ぬのは怖い。怖かったかな。全然そんな感じしなかったけど、泣いたのは怖かったからじゃない。少し寂しかったんだ。じいちゃんの死と今目の前の死、何が違う。お前は強いから人を助けろ。俺の数が増えてきた。近いな。見つけた。短気で頑固者、見舞いなんて俺以外来やしねえ。俺みたいになるなって。確かにな。くそ、人間ごと呪物を取り込むんだ。間に合わねえ。イタドリ！じいちゃんは正しく死ねたと思うよ。決闘！こっちのは間違った死だ。これが呪い。思ってたのと違うな。なんで来たと言いたいとこだが、よくやった。なんで偉そうなの。ちなみにあっちで呪いバクバク食ってるのは。俺の式神だ。見えてんだな。呪いってのは普通見えねえんだよ。死に際とかこういう特殊な場では別だがな。ああ、確かに俺今まで幽霊とか見たことないしな。お前怖くないんだな。いや、まあ怖かったんだけどさ。知ってた、人ってマジで死ぬんだよ。は？だったらせめて自分が知ってる人くらいは正しく死んでほしいって思うんだ。ま、自分でもよくわからん。おっと、これが？ああ、特級呪物両面スクナの指だ。もろとも食われなかったのは奇跡だな。食ってどうすんだ、うまいのか。バカ言うな。より強い呪力を得るためだ。危ないからさっさと渡せ。はいはい。逃げろ。伏せろ。
ねえ。いたのに、あいつは連れて逃げろってのか分かんねえのか。お前だってヤバいじゃねえか。呪いは呪いでしか払えない。お前じゃ勝てないんだ。そんなこと言ってる場合か。それじゃお前は死ぬんだろ。今帰ったら夢見る悪いんだよ。それにな、こっちはこっちで人を助けろ。めんどくせえ呪いかかってんだわ。俺によこせ。お前も食われるぞ。食ってどうすんだ。うまいのか。バカ言うな。より強い呪力を得るためだ。あるじゃねえか、全員助かる方法。俺に呪力があればいいんだろ、フシグラ。やめろやめろ。両面スクナの指、特級呪物だぞ。猛毒だ、確実に死ぬ。だが万が一、万が一。万が一が出た。特級呪物が受肉しやがった。呪霊の肉などつまらん。人は、女はどこだ。いい時代になったものだな。女も子供も宇治のように湧いている。素晴らしい王札だ。人の体で何してんだよ。返せ。お前、なんで動ける。いや、俺の体だし。抑え込まれる。動くな。お前はもう人間じゃない。は？呪術規定に基づき、虎杖悠仁、お前を呪いとして払う。